はい、こんにちは。 UMB のさとしです。今回は、商品レビューをちょっとやってみようかなと思います。はい、もう商品名出てますけどね、今回はですね、爬虫類のチュールと、レプタイルピューレという餌の、レビューをしてみたいと思います。はい、まずですね、これどんな商品かっていうと、こういう袋のやつですね。5g 10本入りで小分けになっている、タイプの、ピューレ状の餌になっています。餌の原材料の方がですね、ミルワームメインということで、ちょっと最近はあれですよね、水アブ系のね餌がちょっと増えていると思っているんですけども、それとはちょっと違ってミルワームをメインとしたもの、あと珍しいものとしてはですね、これ肉類、鶏ささみ等が入っているものになっています。一応参考としてですね、レオパブレンド、これはジェックスさんの商品ですね。これは水アブ中心とかっていう風になっているのと、レオパゲルの場合はミルワームの、中心にした組成になっているとか、グラッパイの場合はこれフェニックスワームっていうのは水アブなんですけども、ちょっと有名なところを比べてみるとですね、ちょっと内容物が、全体的に少ないのかなという感じ。特に例えばレオパブレンドの方に入っているリジンとかメチオニンとかっていうのは、これはアミノ酸なんですけども、そういう、ものは含まれていないですし、あと葉酸カルシウムとかっていう微妙な、ビタミンとかビタミン類とかっていうのの添加も、ちょっと全体的に少なく抑えられているのかなと。これをメインにした餌っていう感じで作られた商品ではないのかなというような印象です。指向性を高めるっていう意味でミルワームと肉類っていうのはとてもいいと思うんですけど、これだけで飼育っていうのは考えられていないのかなというような印象を、受けます。で、袋を取り出してみるとこんな感じですね。一個一個こういうちっちゃい包装になっていると。で、口を切ってですね、絞り出して舐めさせるっていうのがメインの使い方なのかなと思います。ということでですね、実際に餌をやっていった動画がありますので、そちらをご覧いただきながら、使い心地について説明していきたいと思います。はい、使用してみた感覚なんですけども、ちょっとチュールよりも固めの、ペーストが入っています。で、ちょっと切り口がですね、鋭利になって口の中傷つけちゃったりしないかななんてことも考えたりしたんですけども、指向性は、十分あるかなと思います。ですがですね、もともとちょっと臆病な子たち、うちお化けトカゲモドキを飼ってるんですけども、その子たちは全く興味を示してくれなかったというか、しっかりこの給餌に慣れた個体に、与えるのが、ベストな使い方なのかなという印象を受けました。映像の通りですね、食べてくれる子はしっかり食べてくれるので、ベタ慣れの子たちのスキンシップには結構いいのかなという印象です。それではですね、引き続き、爬虫類の映像をご覧ください。はい、ということで今回はですね、レプタイルピューレをあげる動画を、作らせていただきました。いかがだったでしょうかね。もし興味がある人がいればぜひ商品の方試してみてください。いろいろな餌をあげるっていうのはとてもいいことなので、もし、個体に合えばですね、新しいスキンシップの形として、使ってもいいのかなと思います。それではですね、今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。